皆さん、こんにちは。本日は、まず、このクラブですね。このクラブが、ダウンスイングで、落下する。まあ、腕、クラブってものが、まあ、自然に落ちてくる。っていう動きが、まあ、我々ゴルフの中では一番大事だよっていうお話をよくするの、見たことあると思うんですけれども、これを何回やってもできない人の特徴があるというところで、それがどこにあるかというと、このグリップにあるんですね。それを今回は説明して、ここを直せば実はこれだけで、クラブ腕が落下する可能性出てきますので、ぜひ最後までご視聴いただいてお試しいただければと思います。まずですね、クラブが落下するっていうのは、まあ、いろいろな要素が噛み合うっていうことは、常日頃言っているわけですけれども、まあ、一番大事になってくるのはまずバックスイングですね。まあ、これはカメラマン翔吾も重々承知だと思うんですが、はいはい、このバックスイングで例えばこう、ね、手だけで上げてしまったりとか、うん、まあ、ここで手だけで上げたことによって背屈が入りすぎてしまって、まあ、クラブがうまいこと落ちてこない、腕も下に落ちてこない、自分で下ろさなきゃいけない、うん、理想的なこの自然落下ダウンスイングっていうのはバックスイングありきでそこから落ちていくといったものなんですが、まあこのバックスイングとかダウンスイング、まあもちろんやること多いんですが、それが今回のテーマとしては握り方だけで変わるよっていうところなんですよ。はい、でもう先に結論をお話ししていきます。はい、どういった握り方をすると落ちないのか、これ実は2つあります。ほう、はい、まず1つですね。1つ目はこの右手、これが、まあ、野球でいうクソ握りみたいな、クソ握り、言い方をする人が結構多いんですけど、はあ、もうぐちゃっと手のひらで握ってしまう、手のひらで、はい、手のひらで握ってしまう、ほうほうほう、こんな感じですね。はい、はい、こうすると、まあ、見ていただくと分かるかな、このように本当グーで握ってるような形になってるの分かりますかね。はい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 、こうなってくると実はこのクラブってすごいホールドしてるように感じるんですが、手の中で非常に暴れるんですよ。お、はい、そして、まあ、握る角度にもよるっていうのはあるんですけれども、はい、この時点で右手のこの性能というか、本来右手が動きたい動きっていうのがもう損なわれますので、はい、この時点で自分で手を使って叩き下ろすしか方法がなくなってくると、お、はい、いった感じになります。はい、そしてもう一つです、うん、まあ、こちらは結構そのあんまりいないんですけど、たまに生徒さんとかパーソナルでいらっしゃった方もいらっしゃるって感じなんですが、うん、圧倒的なのがもう一つこちらですね。わ、うん、かりますか。パッと見た感じでは全く違和感がない。わかりやすくやるとこんな感じです。あ、はい、わかりやすくやると、はいはいはい、こうやって右手の親指が、まあ、前に出てるというか、うん、長くなってしまっている、おこういう状態、まあ、長くなくてもこう親指だけこう前に出ちゃってる感じ、はい、もしくはまあこれがずれてるけどもこっちにいるとか、はいはい、まあ、要はここが理想的なものとしてはこのように、まあ、しっかりここが締まってると言いますか、この左、うんうんうん、右手と右手の人差し指と親指の脇が締まっている、お、はい、まあ、こんな感じですね。この形見えますかね、うんうんうん、はい、こうなってるのが理想なんですよ。なるほど、まあ、確実にこの形にならなくてもいいんですが、とにかくこの親指が出るのが良くないです。へ、はい、まあ、結局このクソ握りってやつも結局親指出てますので、この脇が締まってないんですよね。あ、確かに、うん、でなぜかってことをちょっと説明していきます。はい、はい、なぜこの握り方2つすると良くないのかっていうと、まあ、さっき言ったようにこの手のひらでホールドするのもそうですし、親指側が前に出てるのもそうなんですけど、うん、この状態実はもう指と手のひらで横でこうサンドしてるような握り方になるんですよ。わかりますかね、うんうんうん、グリップを指と手のひらでサンドするような握り方、はい、はい、まあ、そうすることによって先ほども申し上げましたがクラブめちゃくちゃ暴れます。クラブの動きがすごくこう暴れちゃう、動かしたい方向に動かしたときに、もちろんクラブっていうのはヘッドの方が重いので自然にこういろんな方向に動きたがるっていうのはあるんですが、うん、それ以上にこの暴れるというか、うん、収拾のつかない動きをしますので、
結果自分の手で制御するしかないんですよ。はい、そしてもう一つは単純に力が入りやすい、うん、いいですかね。例えばですけどグーにします、はいはい、グーにした状態で親指を立ててこの状態で左右にこうやって、まあ、背屈小屈をちょっと入れてみてください。ちょっとやりづらくないですか、うん、固いというか手首がこう固くなったような感じがすると思うんですよ。ほう、じゃあこれを指だけ親指をしまって前にくっつけた状態で指先だけ手のひらの指先だけ曲げて、ほう、はい、その状態で小屈背屈をしてみてください。あれどうですか、さっきよりなんか可動域が広い、はい、可動域広がりましたよね、はい、このようにまあこのグーを作ってしまうとこの前腕の筋肉収縮しますので、はい、この時点で手首が硬くなってしまうんです。へえ、すご、はい、でこれが伸びると、まあ、伸びる指先だけになると前腕の筋肉が収縮しにくくなります。可動域が増える、はい、でそれが結果この指先というか、まあ、この指だけで曲げてるような、まあ、フィンガーのような形で握ることによって結果ここは締まるんですよ。わかりますかね。なので結論としてはこういう握り方やこういう握り方をしているとそもそも自然楽しない、はい、今のやつを全部加味してまとめるとここの指先をしっかりと、まあ、指先で持ってるというか、うん、はい、にするとこの背屈小屈の可動域が増えると。もちろん自分で入れる必要はないんですが、うん、この握り方さえできていれば、まあ、バックスイングしっかりとガイドができてこればそのままクラブの感性が働いた時に自然に可動域によって自然落下の動きが入りやすくなってくるっていう風なんですね。でもこれが一回クソ握りにします、はいはい、親指出します。そうするとそういう可動域が狭くなってしまいますので、うん、パッと見いいように見えるかもしれないですけどこれ以上下に落ちないんですよ。もう、へー、もうこう動きだけだったら見えるかもしれないですけど結局これじゃ触れないので自分で戻すしかない。はは、はい、もうこれ以上クラブの感性に従って動かせないので、うんうんうん、はい、っていうところがあるということですね。なるほど、はい、はい、それでは最後にですね握り方、はい、というところをちょっと簡単に説明して終わりたいと思います。はい、なるほど。それでですね、まあ、今回左手の話はしてないんですが、まあ、左手も同様の話ではあります。あんまりこう親指が出るような形になったりとかギュッとこう手のひらだけで握るような形になってしまうとやっぱり可動域失われるので基本的には、まあ、フィンガーまでいかなくてもセミフィンガーっていって、まあ、指の付け根ぐらいでグリップをホールドしているのがベストになります。はい、それでですね、右手の握り方としましてはまずこのグリップに対してこの指の4本のこの付け根ありますよね、はいはい、付け根の、まあ、ちょうど手のひら側にクラブのグリップをセットします。はい、そこから少し手前に自分の手を引くなりクラブを倒すなりして人差し指の第二関節の当たるところまで前に倒します。はい、ここで小指から順にまず指を引っ掛けます。この時点でもうフィンガーでしっかりと握れます。はい、そしてクラブの重さもしっかり指の上に乗ってるんで、うんうんうん、まあ、この時点でもうホールドができてる、はいはい、そしたらこのままこの親指ですね、この親指の行き場所がどうしても慣れてないとこういう風に伸ばした状態で行きたくなったりしてしまうので、うん、この親指を締めて上にこの脇を締めて乗せる、まあ、これだけ、うんうん、上から添えるだけって感じです。なるほど、はい、そうするともうこのように綺麗な握り方に、まあ、左手を合わせるとこんな感じ、はいはいはい、なってくるといった感じですね、うんうんうん、ぜひですね本当にこの握り方していただくだけで多分最初この握り方したことない人はめちゃくちゃクラブ暴れる感じがするんですよ。やっぱこの可動域広くなるし、あ、なるほど、そのクラブが自然にこう後ろからこう来ようとしますので、はいはい、うん、結果としてこのすごいなんか振り遅れるというかすごいクラブが遅れてくる、まあ、暴れて遅れてくるような感覚があるんですが、うんうん、手の中でこうグリップがずれるとかそういうことはもちろん一切ないですから、うん、この指で握るもう一つのメリットというかね、この余談ですけど、はい、指で握ることによって全方向からこうホールドできるんですよ、グリップを。でも実はこれ手のひらってなんかすごい全部でホールドしてるように見えるんですけど、はい、実はかけてる圧ってこの真横ですね、はい、と横だけになっちゃうんです。実はここって隙間空いてるんです、はい、この手のひらで握ると、
ほうほうほう、はい、まあ、隙間、まあ、密着はしてますけどあまり圧はかかってない状態なんで、なるほど、ただ当たった時に当たり負けするとかも出てきます。あ、はい、だ例えば手の中でグリップ動くなとか、うん、打った瞬間になんかヘッドが全然こう回っちゃうとかね、うんうん、よくいらっしゃるんですよ、グリップがすごく動いちゃうみたいな。なるほど、うん、そういう方は特にちょっとここの握り方気をつけてもらうと、まあ、この自然落下ダウンで自然にクラブが落ちてくるのもできるし、このクラブヘッドもずれないし、うん、まあ、よりこのスイングの再現性も上がる、うん、まあ、スイングもすごく良くなりやすいっていうことが確実に言えますので、はいはいはい、ぜひここはねちょっと皆さんしっかりとね真似してやってみてください。今回はですね、この握り方というところで、このグリップの話させていただいたわけですけども、まあ、たかがグリップ、されどグリップって僕よく言うんですが、本当にこのグリップ、まあ、あのプロゴルファーめちゃくちゃいろんなグリップの人います、うんうん、たまになんか特殊な握り方してる人もいますし、まあ、グリップって本来は本当この自分の人に合ったというか、その人それぞれの握り方があるんで、このあくまでも基本のお話しかここではできないっていうことはあるんですよ、うん、ただあのそのいろんなものはあったとしてもプロに共通しているのはこういうクソ握りはしていないと、手のひらで握るような握り方はまずしていませんので、まあ、これだけはしないようにっていう今回は動画です、うん、はい、ぜひ気をつけてやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと。